うわー、なんか無理。皆さんこんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2023年5月20日土曜日の午後0時12分です。本日はイベント開催のお知らせがあります。ただいま博物館にて国際ミュージアムデーにちなんだスタンプラリーが開催されています。ちなみに参加の記念品ももらえるそうです。期間は今月いっぱいとのことですので、この機会にぜひ博物館へ足をお運びください。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。で、なんて国際ミュージアムデーっつった？あ、どうも。あら、こんにちは。素敵ね。お話ししよう。この時間帯はなんだかのんびりしててちょっと眠たくなってくるわね。素敵ね。でも雨、なんか日向ぼっことかしよったら眠くなりそうやけど。どうも。なんだかお久しぶりですね。お元気でしたか？お話ししたいことがあったんですけど、何だったかしら。日が経っちゃったんで忘れちゃいましたよ。それはしょうがない。でもさ、このあつ森の世界にもさ、スマホがあるんやけん、みんなメール送ってきなよ。メールとかやってないんすか。ふうたくんに声かけたらいいんかな。ぐご。は。すみません。こんにちは、アイナさん。アイナ博物館へようこそお越しくださいました。ただいまの期間は5月18日の国際ミュージアムデーにちなんでスタンプラリーを開催しております。国際ミュージアムデーがどういう日か簡単に説明させていただきますと、博物館が社会とその発展に役立つ機関であるという認識を高め、広く普及啓発する日でして、つまりは皆さんが博物館に親しんでもらうための日なのでございます。はい、では続いてスタンプラリーへの参加方法をご説明いたしますね。虫、魚、化石、美術品、それぞれの展示室にスタンプ台を3つずつ設置しております。それぞれの台を回り、スタンプをすべて集めたら記念品を差し上げますので、私にお声掛けください。記念品はスタンプを集めた展示室ごとに別々のものをご用意しておりますので、ぜひ参加していただければと思います。展示室ごとに？スタンプラリーの用紙はもうくれたってことでいいんかな。すごいね。こんな感じやったっけ。さっき2020年9月19日アイナ様寄贈キングサーモン、2020年9月19日アイナ様寄贈。うわ、めっちゃや。こんな説明書いてくれとんやね。でさ、スタンプラリーどこよ。めっちゃ綺麗なんですけど。てかもうだいぶ魚増えたな。あ、これや、スタンプラリー。イエーイ。スタンプスポット、アマゾン川。世界最大の川、しかも深い。アマゾン川。あと、氷の海とクラゲ窓。ここめっちゃ好きなんやけど、わかる？めっちゃいいよね。氷の海とクラゲ窓。なんかめちゃくちゃすごいよね、水族館。参考にしとる水族館とかあるんかな？どこだ？ここではない。ここではない。なんか竜宮の使いとか、ないな。ひー、気持ち悪い。ってことは？こっち？これは水族館内だけで3つあるってことでいいんかな。あ、すごい、足元に。前からこんな感じあったっけ。全然覚えてないな。あ、あっちにもある。近いな。スタンプスポット、クラゲ窓。ゆらゆら、ふわふわ。そこはクラゲマークじゃないんや。全部同じスタンプなんすね。はい、そしてここ。スタンプスポット、氷の海。キンキンに冷えてます。そんなビールみたいな。この右下は？魚のスタンプが全部集まった。
全部集まったよ。で、これを風太くんに渡せばいいの？うわぁ、いいね。このと、え？びっくりした、濡れよんかと思った。いいね、このトンネル。めっちゃいいやん。さあ、魚のスタンプ全部あ、おっと？そっかそっか。住人もうろつきよるもんね。やっほー。あ、あいなちゃん。やっと話せた。あたい地味に寂しかったんだから。どうもどうも。んで、次は虫ね。まあ一応全部集めてからの話しかけるのでもいい。あ、あそこにあるな。うわー、ここもめっちゃいいな。このなんか、ねえ、緑と水。あ、めっちゃいい。癒される空間だわ。スタンプスポット、安らぎのベンチ。あ、ですよね、安らぐわ。ベンチに座ってゆっくりするのもいいね。あとは研究室と虫の集う大木。うわー、びっくりした。やめてよ。いや、背後にカマキリおるのは嫌やな。え、なんなら蜂も飛び寄るし。超いいや。うわー、あれだわ。この空間めちゃくちゃ好きやけど。うわー、めちゃくちゃ好きやけど、やっぱ虫が飛び寄るのは無理やな。あ、ここかな？研究室。あ、これや。スタンプスポット、研究室。うわー、さなぎ？なんだか怪しい雰囲気。さあ、そして次が虫の集う大木ね。ここはアリとかではないのか。なぜそんな土の部分が多い？虫もだいぶ集まっとるよね。ひーうわー、へー、なんか無理。特にあのでっかいやつ。いや、メダカいいね。癒されるね。あれ、虫の集う大木ってどこだ？こっちの方か。ガガいた、ガガ。これさっきのとこやもんね。あれ？どこ？もうこれで終わりじゃない？あ、ここや。雲！スタンプスポット、虫の集う大木。夜は虫が樹液に集まるみたい。虫のスタンプが全部集まった。よし、次は美術品か。心は休まるけども、ただ特に展示品もない。あ、そっか、まだ化石もあったわ。ここは別に怖いものとかなんもないしな。え、向かい合わせで2つある。スタンプスポット、軟体動物と節足動物。背骨のない生き物。何が流れよんかと思った。スタンプスポット、脊椎動物。背骨のある生き物。で、次が翼竜。化石は全部コンプリートしとったよね。あれ？してなかったっけ？空いとるところがあるのは？あれ、コンプリートしなかったんかな。よく覚えてねえや。スタンプスポット、翼竜。実は恐竜じゃない。その2。その2？ その1は？化石のスタンプが全部集まった。もうスタンプ終わりやのに、その1はどこですか？実は恐竜じゃない。鳥ってこと？普通に。よーし、てラストが美術品よね。オッケーオッケー。このあまり展示品のない、どこだどこだ。あった、スタンプスポット、東洋美術ゾーン。あ、そうなんや。アジア地域の美術品、西洋とはまた違った美しさ。あ、かわいい。
スタンプ用の台紙が可愛いじゃねえか。スタンプスポット、西洋美術ゾーン2。ってことはあと1なんやな。18、19世紀頃の美術品。椅子に座ってじっくりと眺めたい。まだほぼないんすよ。で、あとはここだね。美術品の展示ゾーンってだいぶ、あれよね、ちまっとしとるよね。そんなに種類ないってことなんかな。スタンプスポット、西洋美術ゾーン1。17世紀頃の美術品。解説も読んでみようかな。はい、全部集まった。美術品のスタンプが全部集まった。ってことで、すべての台紙を風太くんのところに提出しに行こう。美術品あっという間に終わるもんな。なんかね、特に画面の切り替えもなくやもんね、美術品コーナー。ぐご。は。すみません。おほ、スタンプを集め終わったようですね。しかもいくつもクリアされているようで。それでは達成した証のスタンプを押させていただきます。よしよし。これで魚のスタンプラリークリアでございます。写真は撮ってみましたか？お持ちのスマホを使えば簡単に撮影できておすすめですよ。それでは記念品をお渡しします。魚の壁飾りでございます。続いては虫ですね。こちらも達成した証のスタンプをさせていただきます。ああ、壁飾り持っとったような気がするな。これで虫のスタンプラリークリアでございます。展示室はいかがでしたでしょうか？似たような虫でも、種類によって住む場所や生態が全く違って不思議ですよね。私は苦手ですが、私も苦手です。ただ、展示室自体はめちゃくちゃ最高。景色がめっちゃいい。それでは記念品をお渡しします。虫の壁飾りでございます。続いては化石ですね。こちらも達成した証のスタンプをさせていただきます。虫の壁飾りってあれをね、なんかカマキリの頭のやつみたいな。めっちゃ嫌な。これで化石のスタンプラリークリアでございます。化石の展示にはですね、私のこだわりが詰まっているんですよ。色が変わっているイカのスポットで、立ち止まると見えるものがあったり、進化に沿った系統樹が描かれていたり、お時間ありましたらまたじっくり見ていただけると嬉しいです。それでは記念品をお渡しします。色が変わってる床とかあったっけ？化石の壁飾りでございます。続いては美術品ですね。こちらも達成した証のスタンプをさせていただきます。全部同じスタンプ。これで美術品のスタンプラリークリアでございます。美術品は鑑賞して楽しむのはもちろん、古くから存在するものは歴史的、文化的な価値も非常に高いのです。しかし市場にはたまに偽物も紛れているのが現実でして、誠に嘆かわしいことです。当博物館に展示されているものは全て本物と鑑定された品ですので、安心してご覧くださいませ。それでは記念品をお渡しします。これは持ってないってことよね。え、持ってないよね。アートの壁飾りでございます。ほう、すべてのスタンプラリーをクリアされたのですね。楽しんでいただけたのであれば幸いです。5月31日までは毎日スタンプラリーを開催しております。同じものですが、記念品も差し上げますので、もしよろしければまたご参加ください。何個でももらえるんや。ご参加ありがとうございました。アイナ島の博物館を引き続きよろしくお願いいたします。色の変わってる床が気になる。化石のところにあるって言ったよね。どれどれ？系統樹はこれやろ？色の変わってる、あ、ここ？ここから見える。あ、こんな感じにできたんや。へえ、すごーい。なんか全体が見渡せる。こっち向ける？わー、いいね。超かっこいいやん。素晴らしい。この辺とかもあるかな？ああ、この辺は情けだな。多分。この辺はこれか。人はないのか。人はないんだな。なるほど。あ、上に行ける。ここも？ああ、すごい。角度が変わった。
へー、なるほどね。これただ単にさ、なんかライトが床に当たっとるだけなんかなって思いよったんやけど、なるほどね。ここからここからの角度で見えますよっていう印やったんやね。初めて知った。あ、じゃあこれも、なるほど、ちょっとアップになったこれは別に違うかな。これも、これは止まってくれん。これは違うんか。これはただ単に光、光だなそう、これと同じような感じやと思ったんよね。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いや、久々に全部回ったけど、スタンプラリーで。でもだいぶ集まっとるよね。思ったより虫と魚も集まっとるし。まあ、ちょっと美術品がガラガラなぐらいで。そこマジで頑張って集めんと全然ないよね。全然楽しめん。